なたは今未来を見ていますか？それとも過去にとらわれてしまっていますか？それより周りの人が気になっていますか？未来と言われて皆さんはどれくらい先の未来を思い浮かべるでしょうか？1年後、3年後、5年後、10年後。では明日という未来はどうでしょう？今は朝ですが、今日の午後という未来はいかがでしょう？1年後や10年後の未来の中に今日や明日という日は含まれているでしょうか？2019年も気づいたらもう一月経っちゃったと感じている方多いと思います。また今年もあっという間に過ぎちゃうんだろうなとぼーっと過ごしていると、気づいたら5年10年経っちゃったということになってしまうかもしれません。天使のモーニングコール、今日は今日からできる未来開拓法と題してお送りします。春へ向けて、夏へ向けて、新しい時代、2020年へ向けて、そしてその先のまだ見えないもっと先の未来へ向かって、皆さんの心が前向きになれる時間をお届けできたらと思います。では初めにこちらを朗読します。未来開拓法として最初に述べておきたいことは、夢を持つということです。夢を持っていない人には未来はなかなか開けるものではありません。まず大きな夢を持ってください。そして夢を持ったなら、次にその夢を実現しようと努力してください。これが大事です。大川隆法総裁の書籍、シンクビックから朗読しました。大人になると夢という言葉はくすぐったく感じるかもしれません。でも夢を描く力は人間ならではのものです。いくつになっても夢を描くこと、どうか忘れないでください。欲しいものでもいいんです。やりたいこと、行きたいところ、思い浮かびませんか？ぜひありありと描いてください。どうせ無理という言葉は禁物です。心の中は自分だけの王国です。誰にも文句は言われません。生きる未来開拓法、ありありと夢を描けたら、次に質問です。あなたはその夢を実現するために何をしますか？夢をありありと描いたら、次に大切なのがこの問いに答えることです。世の成功者たちも行動を起こすことの大切さを力説しています。若い人は経験がないからこそ、年を重ねた人は経験があるからこそ、言うだけでなく
行動することの大切さ、分かっているはずです。ただ、夢を描いても、いろいろな現実や失敗体験が邪魔をして、挑戦することに躊躇したり、諦めてしまう気持ちが出てしまうかもしれません。そんな人にこんな言葉をお送りします。若き日のエル・カンターレという書籍からです。少しずつ少しずつ、ワンステップずつ、小さな成功を積み重ねていくのです。小さな成功も5個となり10個となった時に、一つの自信となっていきます。そしてさらに次なる可能性が開けてくるのです。先週お送りした心の指針は、人間の成長力でした。すべての人に自分を変えていける力、無限の成長力が宿っているということをお伝えしました。年齢も性別も肩書きも生い立ちも環境も、そんなことは関係なく、自分を変え、周りを変えていける力が全ての人に備わっています。自分ができること、小さな一歩をまず踏み出すこと、それは未来への種まきです。種をまかなければ芽は出ません。その種は小さくていいんです。実は私たちの弱気や無気力の一番の原因は、何も行動しないことそのものなのかもしれません。何でもいいです。本当に小さなことでいいんです。確実にできたという手応えを味わえるところからスタートしてみてください。昨日の自分から今日の自分へ、今日の自分から明日の自分へと変わっていくことは嬉しいものです。変化していく自分というものを楽しむことが大事です。変わるということを前提にして、志を持ち続けることが非常に大事なことなのです。自分というものは変えていくことができるのだ。人生というものは切り開いていくことができるのだと思って、志を持ち続けることが大事です。希望の法、そして青春に送るという書籍から朗読しました。小さな達成感や喜び、それは次の努力への原動力になります。そして変化していく自分を楽しむためには、周りの人や他の人と比較しないこと、そして自分で自分を褒めてあげることです。昨日できなかったことは今日できた、今日もとにかく一歩進めた、これってとってもすごいことです。失敗してもうまくいかなくても焦らない、
前向きに楽しむ、それが夢や志を失わず行動を起こし続けていくための秘訣だと思います。人生に目標を持つことだ。自分の使命を果たそうとすることだ。日々の努力はコツコツとした小さなものであっても、蓄積の効果には偉大なものがある。人に笑われてもいい。信念を貫くことだ。無限界人間を目指そう。これは生涯現役人生という書籍の後書きです。すべての人に生涯現役で無限界人間を目指してほしいと思います。人生は何歳からでもやり直せます。夢を描くことに年齢制限はありません。行動を起こせば必ず何かが変わっていきます。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。今日本および全世界において必要とされているものは、成功への大きなうねりであり波動であると思います。そこでサクセスマインドと題してお話をしたいと思います。人々もそしてすべての生き物、万物も根本物、根本心の思いによって出来上がっています。その思いによって具象化した世界であるのです。思いによって具象した世界の中において自由意志を与えられ、生命として生存しているのです。真実の成功をこの世において収めること、それは難しいことではありません。皆さんが宇宙の法則と一体となって生き切ることです。そして宇宙の法則と一体となって生き切った証明が、最高の自分を多くの人々に与えるということです。最高の自己を差し出すということです。利己心に出発するのではなく、利他愛他の思いで生き切ることです。より多くの人に最高のものを与え切ろうと思って生きることです。そこに創意も生まれ、工夫も生まれてくるでしょう。成功とはそのようなものです。仏心の心にかなった成功を求めてください。強く願えば必ず強く現象化して現れてくるでしょう。そしてその願いを持ち続けてください。持続することが大事です。皆さん、本当の意味においてやる気のある人間になってください。皆さん自身が生きていることで周りの人がやる気になるような、そういう生き方をしてください。明るく建設的な思いでもって、持続的な思いでもって、そして信仰心でもって自らを励ましてください。常に最高の自己を世の中に差し出す、自分の最高の光を
放ち続ける、そのことを願い続けてください。それがサクセスマインドであり、それが全世界人類が今持つことを要請されている心構えです。お聞きいただいた説法は書籍奇跡の法に収められています。私たちは仏に作られました。魂として肉体に宿ってひとときの人生修行を送っています。肉体の行動をコントロールするのは思いです。どうか心の中で強く強く自分はできると思い続けてください。自分を信じる力が勇気ある一歩を踏み出す何よりの力になります。